はい、パッドレットロックチャンネルです。今日からね、レールガンというゲームもやってみたいんですけど、見たか、これやってみるか。平日快速、なんだ、平日ヒール、快速やってみるか。なんせ初めてやるゲームなんでね、どういうゲームなんだろう。プレステ3か。なんかすごい読み込んでるけど、いいのかね、こんなの。Now, ローディング。何キロくらいで遊ばいいんだろうな、でも。三鷹定時。三鷹定時。まあ、じゃあ、ビーチにしとくか。楽しい。どういう感じでやればいいんだろう。これがいいの。この方が見やすいね。A ボタンでね、なんか視点変えられる。出発、進行、三鷹、定時。出発、定時。吉祥寺停車。何キロくらいまで出せばいいの？第28編、進行。あ、B4 しかないんだ。B5 はないんだ。乗車ありがとうございます。ご利用の電車は快速電車の東京へ進行。中野までの各駅と新宿、四ツ谷、御茶ノ水、神田、終点東京の順に止まり、次は吉祥寺、吉祥寺です。京王井の頭線は進行。本当に行こう。中央線201キロ台とはなんか数年60キロっていう。制限ありません。進行。おお、なるほどね。電車でもファイナル。あと40秒ぐらい。第24編。これ面白いね。なんか本当に電車を運転してみたい。進行。まあこんな感じで B。15秒。やべ。ああ、なるほど。1メートル。別。まあ、こういう風にやるんだね。B8 もあった。電気とプレイ。すごいね。ああ、なんかこういう発車メロディー聞いたことある。今下り勾配。ああ、すげえ。注意信号は第23閉速進行。さっき注意信号だったんで、2つ目の信号もう進行信号になった。第22閉速進行。ああすごいね。西荻窪停車か。次は西荻窪、西荻窪です。第21編進行。距離が1300m。 すごいね、綺麗だね。しかし映像が、こんな感じで。
まず電子レゴ出身だからね、こうなっちゃう。こういう変なブレーキのかけ方になっちゃうんだけど。あと10秒か。まあこんな感じで。まあこれ難しい。レールファンやってる人でね、上手い人いますよね。あの YouTube で動画上げられてる方いるんですけど、ディープドライブさんかな。上手い人いますよね。第18閉塞進行。あれはすごいね。プロですよね。ディープドライブさん。オーバードライブさんかと思ったらディープドライブさんだったね。もし名前間違えたら申し訳ないです。どっかの動画でね、オーバードライブさんって言ってると思うんですけど、ディープドライブさんですね。次は荻窪、荻窪です。荻窪、荻窪か。荻窪か。一応これ電車で行くタイプ2のコントローラーでやってるんですけど、なかなかね、ちゃんと動きますね。なんか動作保証外とかって感じとか、どうなんだろう。どうなん、動くのかな、どうかな、微妙だったんですけど、とりあえず一応動作はします、ね。あ、なんかスピード上がってる。20だとだいぶまあいいかなって感じがする。まあ再加速してもいいから。ああ、別荻窪定時。まあこの橋を見るのでもいいですね。レインシミュレーターってこの点第12閉塞進行荻窪定時。ああ、これ面白いね。制限75か。第11閉塞進行。警笛を鳴らせないんだろう。ああ、こういう視点が変えられるんですね。第10閉塞進行。警笛は鳴らせないんだ。あ、警笛は鳴らせないんだ。第9閉塞進行。あ、また制限要求。あんまりスピード出せないもん。第8閉塞進行。あ、こんな感じ。あんま時間ない。あと20秒ぐらいしかない。6。あ、遅れてんな。観光というのもあったんで、観光もまたやっていく。今日は走っ
発車と止まるだけにして今度は観光っていう丸ボタンを押してどうなるかやってみるか。10第7閉塞進行。ノッチ4 P4 までなんだ、ね、中継進行制限70第6閉塞進行。あ、こんなむちゃくちゃな、ね、ブレーキングでもいけるって言って次は攻撃進行第5編進行。何キロぐらい出せばいいのかちょっと分かんないけど、マジか、すごい結構違う。第4編進行。よく分かんないけど、あ、そうだ、1040か。あ、ちょっと時間ないよ。9難しい。進行。あと15よ。V6。V4。V5。9、8、7。合格範囲が5メートルってことか。今高円寺。あ、発車メロディ短い、遅いからか、遅くついてるから。10第2閉塞進行で、こういう感じか。第1閉鎖進行予告8段手を取った。次は中野、中野です。中野では電車で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 東中野東京へおいでのお客様と立て通過してます。でも真上にあるからね、ちょっと次右下見ちゃう、ちょっと見づらい。電車でゴールになれちゃった。第1線進行。40キロだ。第2線進行。B6 で行ってる。第3線進行。こんな感じでどうでしょう。P7 使うか、しょうがない。あ、これやばい。あー、オーバーランだ。メツ中野定時あれ、あ、ドア開けちゃうの。なんか5メートルぐらいオーバーランした。8番線ドアが閉まります。ご注意ください。インド。10出発進行中野定時。通過か。通過だと。あと難しいの。中継進行。第6編進行。次は新宿です。新宿を出ますと四ツ谷に止まります。代々木、千駄ヶ谷、品川町へおいでのお客様と山手線、埼京線、湘南新宿ライン、小田急線、京王線、地下鉄丸の内線、東映新宿線、大江戸線はお乗り換え。次は新宿に止まります。
行。あと20秒。あ、これ遅れるね。ちょっと遅れるか。出せてこれぐらいだろう。あと20秒。下り勾配だからスピード落ちないはずなんだけどね。これでちょっと、止まっちゃったよ。新宿5秒装着。5秒装着って言ったね。警笛は鳴らせないってことか。8番線ドアが閉まります。8番線のご注意ください。ドア閉まります。ドアにご注意ください。まあこういうゲームです。まあゲームっていうのかな。これ天出発進行進路中央新宿定時。まあまた通過なんだ。代々木通過。何キロぐらい出すかね。まあ60キロぐらいでいいと思ったよね。まあこんなもんでどうでしょう。第15編進行。ご乗車ありがとうございます。快速東京行きです。次は四ツ谷です。四ツ谷を出ますと次はお茶の水に止まります。地下で止まると危険。南北線は止まりか。制限JR 東日本からお客様にお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えください。お客様のご協力をお願いします。第12号、60キロ。
と4、3、2、3、1、2、3、4、あと30キロ、60キロの曲がり、まあね、ちょっと分かんない。第11号進行80万だったらさ、あと制限65万、制限65万、あ、これはちょっと遅れる、制限把握してなかった、使わないんだよね普通は。こんな、あー、ちょっとスピード落としすぎて、加速しても OK。 まあこういう感じですね。四つ矢しかしこんな運転の仕方でいいのかって感じ。まあダメだ。まあでも電車で号出身だから。第7閉塞進行四ツ谷定時。電車で号出身だからもう気にしちゃダメだ。制限65中継進行。第6閉塞進行。
110キロで行けば大丈夫かな。あと30、東京ドームだ。東京ドーム見える。まあ、ジャイアンツファンの方はね、やっぱ水道橋ですよね。まあ、ちょっと早い。制限60。ジャイアンツにね、高田康生っていうピッチャーがいたんですけどね、すごい期待してたんだけど、トレードでね、楽天に行っちゃったんだよ。第一条に進行、予告、中央。結構高田康生さんね、ジャイアンツファンは首を長くして待ってたと思うんですけどね、2018年だっけ、イースタンリーグの投手三冠を取ってね、防御率最多勝、最高勝率、イースタンリーグで三冠取ったんですけどね。中央第三条進行、すごい楽しみにしてたんだけど、楽天ちゃいかんじゃん。東武線各駅停車は降りましたホーム向かい側3番線へお乗り換えです。この電車は大井の方で待つと神田終点東京の順に止まります。大井のお客様はお忘れ物お忘れ物なさいませんようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなくお茶の水に到着です。旅行予告45。ブレーキのかけ方がいまいちわかんない。電車でゴールかけ方とはちょっと独特で、こういう感じで、あ、ちょっとここ下りっぽくなってるけど、わ、遅れてるしね。また43、まあいいかも。お茶の水10秒延着。結構ね、こういう看板とかあるからね、今はこういうゲーム出せないんだろうね。なんか広告の関する法律でね、簡単に広告が分かるようなのは出しちゃダメとかそういうのあんだよね。第一出発進行、お茶の水10秒延発。あ、10秒延発か。10秒も遅れたか。次神田、あ、小野田ってあったね。中継進行制限40。小野田ってあったな。それ第2出発進行。石丸電機だ。あ、石丸電機懐かしいね。進行。今ジャイアンツにいる石川慎吾っていう選手がいたんですけど、日本ハム時代に応援歌、陸軍応援歌だったんですけど、その時の陸軍応援歌に石川センスの塊、石川慎吾、いい足、いい守備、いい打撃、石川50丸っていう、ね、日本ハムの陸軍応援歌がありました。イースタンリーグ首位打者取ったんだよね。みなし首位打者でね、確かその年ね、ジャイアンツの松原と石川慎吾とね、ライオンゲル、まあ、誰か、あ、ジャイアンツの松原さんと和田蓮と、あとあれスピード落としすぎた、あと高浜、ロッテの高浜とね、イースタンリーグの首位打者争ってたんだよね。で、蓋を開けてみたら石川慎吾さんがね、みなし首位打者で3割8分とかだったかな。そんなんでみなし首位打者になってた。レッツご乗車ありがとうございます。神田です。5番線は東京だけです。5番線
ドアが閉まります。ご注意ください。これ時間遅れても何も言われないんだね。これ試験モードじゃないからな。点第三閉塞進行。第二閉塞進行。第二閉塞進行。徐行解除。徐行解除。制限解除。制限80か。で10キロ20メートルにしとけばなんか遅れてるしね。また、はい、まあこういう感じでどうでしょうか。メツ東京10秒延着。10秒延着か。リプレイとして保存しますか。まあ保存してもしょうがないけどね。保存するとどうなの。ああ、セーブ。あ？あれ？丸ボタン。あ、これはプレステのコントローラーでやらないとダメなのか。セーブ中。あ、こういう風に。あ、早いね。セーブが完了しました。リプレイデータ戻る。な？セーブを中、何なの？新規作成。データ。セーブデータ。よくわかんないな、これ。いいのかな、これ。476KB。まあ、こういう感じですね。一応ね、レールファンでも。レールファンも遊べます。ワイドミッチの美術館なんとか、東京とかね、いろいろある。あ、東京まで行ったからか。まあ、こういう風にね、遊べるみたいなんで。あ、プレステ3なんですけどね。ミッションとかもあるんで、まあ、ミッション、これもやっていこうかなと思っています。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、これからプレステ5が出るっていう時代にプレステ3のソフトやってるんですけど、まあ、こんな感じでね、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。